上空山道火山は中国船聖小海市にある山。中国五名山の一つとして、西岳とも呼ばれる。中国において、河口岩が露出した険しい山肌が続く継承地として知られ、国家級風景名称区に指定されている。主に道教の修行地として利用され、山上、山麓には多くの道館が存在し、現在でも多くの道士が住んでいる。 火山は最高峰である南方の他に、北方、中峰、東方、西方の5つから構成されている。山はほぼ全山が河口岩で成り立っており、1000メートル以上の落差を有する岩壁が各所に見られ、それをすぐ下から眺められる場所や、すぐ上にある展望ポイントが各所に存在して、独特の景観を見ることができる。山頂周辺へのアクセス手段には、 三陸にからの登山道から登る方法も当然あるが、多くの観光客は二本の作道を使用して、山上まで一気に登る方法が使われる。このうち、大河作道は、2013年に開業した全長4211メートルの世界最長クラスのロープウェイである。もちろん元のロープウェイで下山する人もいるが、片方のロープウェイで登って、 山上を巡った後もう一つのロープウェイで下る方法を採用する人も多い。ほとんどの区間で石段が整備されており、一部では河口岩の山体を直接削った石段が作られている。総流霊という両側が切り立った尾根の上を登る区間があったり、オーバーハングした岩場を登る運転という鎖場もある。 上空山道という断崖絶壁の上に作られた20センチメートルほどしかない足場や山道を通っていく場所もあるが、これは観光目的に作られた有料施設であり、通行希望者は命の保証はないことを文書で了解した後、ハーネスカラビナを装着して往復する。用紙本心という同様に有料で、ハーネスカラビナを装着して往復するロッククライミングコースもある。 山上には各所に多くの売店、食事どころやトイレがあるほか、西方、東方の山頂付近などには宿泊施設もあり、個室やドミトリーの部屋を用意している。また、山中にもかかわらず、山上のコースのほぼすべてで、携帯電話の電波が入るほか、無料の Wi-Fi が完備されている。中国高速鉄道、低西旅客専用線の開通後は、火山北駅まで、 西安や洛陽などの各地から向かい、そこから旅客センターまでバスで向かうのが一般的となった。旅客センターまでのバスは無料の公営バスと有料の民営バスがある。その他、西安駅前から出る u 一掃地バスなど、西安市内の各所から直接向かう中距離バスもある。旅客センターで京区の入場チケットと北方側の三徳作動か 西方側の大河作道のチケットとロープウェイの山麓駅までのシャトルバスのチケットを購入してから、それぞれのシャトルバスでロープウェイ駅に向かう。徒歩登山の場合は、山麓の玉仙院という道管から登る方法か、北方側のロープウェイの山麓駅までバスで登って、そこから登る方法の二つが主に使われる。この場合も、軽古入場チケットを購入する必要がある。 冬季を除く、好天時の週末や連休期間などは、多くの登山者が詰めかけて、ロープウェイの乗車までに、多くの時間がかかることがあるので、注意が必要である。人民網火山火山製方作動作動、スケ火山。ありがとうございます。